平成25年度、山口県立大学文化創造学科卒業展が開かれました。文化創造学科は2年次から日本文化系と企画プロデュース系の2つのコースが選べます。それぞれのコースの学習の集大成をご覧ください。この作品は、つながりをテーマとして制作されたもので、世代を通じて一つのプロダクトがこう用途を変えてこう変化していくというものを制作していきました。苦労したところはやはりデザイン、プロダクトのデザインとその用途をこううまくリンクさせるっていうところにとてもこう行き詰まったりとかして大変でした。これはポールでつないだ椅子で高さを調節できるようになっていて、子どもの頃に子ども用に低くしたり、成長したら高くしたりっていう風になってます。現代社会がストレス社会と言われている中で、私は癒しに関心を持ち、見ている人にそんなストレス社会から少し離れて息抜きができるような、そんな絵を描きたいと思い、こちらの作品を制作しました。動物をメインに透明水彩という温かみのある絵を描くことのできる画材を使用して描きました。今いるところから離れることで息抜きができるという意味から、ちょっと普段では行けないようなところをメインに描いてるんですけれども、そういったどういう場所に行きたいかとか、どういうテーマで描こうかとか、とテーマが思い浮かばないことで苦労しました。私は出身が奈良県の吉野で、割り箸を作るのがすごい盛んなんですね。なのでその割り箸というのは、丸太の端材、角材、主となる角材じゃなくて端材からできてるんですけれども、その端材を割り箸以外にも利用できるんじゃないかというふうに思いまして、作ることに決めました。全部、これが私の作品なんですけど、全部元はこれが基礎になってるんですね。この、廃盤って呼ばれる板なんですけれども、この形をどう利用してさまざまな形に展開していくかっていうのに工夫しました。私はマキマキファニチャーっていう台で、生活道具をデザインしたんですけれども、
まあ、3年の時にゼミで習った技法を発展させて、こういったコーヒーテーブルとか照明をデザインしました。コンセプトとしては心地よい時間を過ごすことで、まあ、そこが心地よい空間になっていくっていう風な考えで、まあ、小さいテーブルとか照明なんですけど、そこから心地よい空間が広がっていったらいいなっていう思いで制作しました。日本文化系は分かりやすいパネル展示にしました。銀のサジという作品を、まあ、読んでみて、題材が幼年時代ということで、まあ、子供時代の記憶がしっかり書かれているんですけれども、その読んでいく中でこう自分の思い出なんかとこう自然と比べながら読むんですよ。ああ自分も子供の頃はこういうことがあったなとか、ここは違ったなとか、そういうことを考えながら読んでいくうちに非常に楽しめたので、けれども分からない部分というのもあったので、そういうのをこう追求してみたいなと思ったのでこの作品を選びました。普段自分はその文学の方面ばっかり研究してるんですけれども、
研究していたので、こうしてあの自分の専門外の分野のことをパネルという簡単な形ではあるんですけれども、触れることができるっていうのはすごい見識が広まるなと思います。会場では特別企画としてワークショップが開かれました。日本文化論研究室っていう研究室なんですけども、くずし字って言って、このようにくずし字を、学ぶこともあるんですけども、このくずし字を使ってぜひ名刺を皆さんに作っていただきたいなと思いまして、今回このような試みをしています。いつも書いてるひらがなの形と似てるんですけど、やっぱりすごい形が崩れてるので書きにくいなっていう感じはしました。もともと習字をやってて、草書 の練習も何回かしてたので、それで少しは興味がありましたね。こういう形のモビールは作ったことなかったので作ってみたいと思ったからです。学生と大学生と地域の方が交流できる場所が欲しいなと思って考えたのが着物喫茶なんですけども、着物っていうコンセプトにすることで、こう思い出の着物を着る機会ができたり、また会話の弾みになったりと、お年寄りの方とか女性の方とかでもこう足を運んでいただけるかなと思って着物喫茶というコンセプトにしています。着物の着付けについて言われる方とか、綺麗だねって言ってかれる方とか、結構皆さんいい反応されて、で着物を着て実際に来てくれる方とかもいらっしゃるので、すごくいいなって いい活動になっているかなとは思っています。そうですね、普段着ることがないのでなかなか歩きづらかったりはするんですけど、すごい身が引き締まって、所作などの影響がいい影響が出るなと感じております。今年の卒業展はですね、どちらかというとまんべんなくいろんな作品が出ているなという感じがありまして、何か大きくてズーンというのも毎年あるんですが、それよりむしろ小さいんですけれども、一個一個に少しずつ気配りがあるような作品が多いかなっていうのが特徴かなと思います。それとですね、今年からデジタル関係の研究室も4年生が出始めましたので、そういったような作品も割と大きめに出ています。なのでそういった意味ではですね、本当に幅広く多岐にわたっていろんな作品が展示されているっていうのが特徴かなと思っています。ワークショップについては2年目になるんですけれども、美術館でやるということでいろんな方が来ていろんな楽しみ方があるというのも去年分かったので、なので本当にですね、広く市民参加型でワークショップが今年はできているんじゃないかなというふうに思います。